はい、どうも、リアルの今日です。さあ、今日は足トレ、その中でもスクワットについてです。僕はね、27歳の時だったかな、に、右の膝を痛めて、キックボクシングの、その当時、プロの選手として活動してたんですけど、練習中に、膝がね、逆方向に、反対側にね、ぐっと曲がってしまうという、右側に大きくですね、そういう大怪我をして、もう本当にしばらく寝たきりで、あんまり立つこともままならず、本当に仕事もできないような状態だったんですけど、それがですね、ハムストリングとか大腿四頭筋とかその周りをしっかりつけることによって膝が安定して、そしてスクワットもねちょっとずつ重量を持てるようになったんですよ。それこそね、前はねスクワットばっかりやってて200キロ以上担いでたんですけど、ハーフぐらいであったんですけどね。でもう膝を怪我してから本当に重量をね60キロとかしか全然持てなくなってしまってたんですけど、ここ最近ね150キロ160キロ、ちょっと浅くもあるしちょっと膝怖いんですけど、ちょっと挑戦できるようになってきました。ちょっとその状況ね、様子を動画に撮ってるんでちょっと見ていきたいと思います。どうですか。もうちょっとスクワットはね本当諦めてたんですけど、やっぱり僕のボディメイクの、基礎考えとしてはやっぱり、確かに現役の選手としてはやってないけども、格闘家としては一生現役だと思っているので、大きな筋肉を単に作るだけじゃなくてですよ、やっぱり機動性を持って、そして打撃の威力を向上するという機能性もちゃんと持って、それを合わせた筋肉を作ろうと思っているので、そう考えるとやっぱりねスクワットというのはね、もう本当体幹の固定もだし下半身からの力発揮も学べるので、これはもう避けて通れない道なんですね。アスリートはだから、最低限強い弱い関係なしにスクワットの重量というのはある程度は、そんなにものすごい300キロ上げるとか200キロ上げるとかないかもしれないですけど、最低限はやっぱり重量を担げないとなかなか強くならないのではないかと思っています。だから怪我をしてたとしてもスクワットは逃げて通りたくない、避けたくない種目なんですね。あと精神的にもやっぱりスクワットは強くなると思うので、皆さんもねぜひねスクワットをねやってね、強い肉体強い精神、それをね作っていくようにしてみてください。ということで本日はここら辺で終わりたいと思います。でも帰ってちょっと、もしかするとご飯の動画も少し撮るかもしれませんね。バルクアップ中の食事ちょっと楽しみなので、ではこの辺で。いいよ、ケツみたいな胸、いるから、生きるため走り出す。